速報です。十四分街で強制フォローが突如発生、完成レベル3を突破。フォロー調査協会が緊急対応に当たっており、近隣住民の避難誘導を進めています。十四分街に近づかないようお願いします。近隣住民は指示に従って避難してください。繰り返します。お兄ちゃん、このニュース見て。どうした？十四分街、確か他のニュースだ。待ってて。うん、ヤヌスクがね、完成レベル3を超えたって。やっぱり治安局がそこで今日捜索をしている。避難は手こずるだろうな。それって準備しておこう。近々仕事が舞い込むかもね。よし、あとは待つだけ。じゃ割れねえよ。なぜ研究所を襲撃して金庫を盗み出したのはあんたたちでしょ。私たちは盗まれたものを取り戻すっていう依頼を引き受けただけよ。お互いストリートで生きる者同士じゃねえか。なんだって急に治安局のために働く。本当にあれを返す気はねえのか。関ヶ組にとって非常に重要なものなんだ。たった3人のために組全体が動くだなんて、これがシルバーヘッドの涙ってやつ。噂よりイカれてるじゃない。よかった、起きる時間よビリー。頼むから目閉じるなよ。おめえらを皆殺しにするしかなくなったな。勘違いしないで、嘘泣きのおっさん。あんたの相手は私たちじゃなくて、あっちだよ。ボス、治安局の航空隊だ。くそ、ちゃとやめ。なに、関ヶ組の一を発見した。スクロー4、攻撃命令を確認。後でクレームを出してやっからな。
ホローに入ったことを確認。ひとまず進みましょう。エーテリアス早速現れたわ。消えて。鉄道、ホーム、電車の車両、古い地下鉄分岐駅か。ならここがクリティホローで間違いないみたいね。よかった、ヘッドホンは無事みたい。録音機能にも異常なし。こちらアンビーデマラ、なんでも屋ジャト屋の従業員。ある事故により私は現在強制フォローの中にいる。キャロットは所持しておらず、プロ騎士先生の助けもない。フォローで迷う確率は 96.4%。 これからのことを音声で記録していく。これで万が一私が殺されたり、エーテルの侵食によって化け物になったとしても、後世の調査のために証拠を残すことができるだろう。アンビーのフォロー生存記録第1条。周囲の環境は確認できた。私は今クリティホローの古い地下鉄分岐駅エリアにいる。この一帯は地形が複雑だから、慎重に進む方向を決めないと救助される確率が 37.8% 低下する。未だにホロー内部の錯乱性質を信じない人がいるのなら、私の録音データを証拠にホローの危険性を訴えられるはず。専門調査員の素質なくしてフォローに入らないように。さもなくば。わあ、アンビーじゃねえか。よかった、俺たちが落ちてから随分経つ。ニコの親分も外で対処法を考えてるはずだ。でも金を払ってまで助っ人を呼んでくれるか。あの親分だぞ。ニコの逼迫した収支パターンを見ると、あなたが提唱する彼女が助っ人を呼ばないかもしれないという仮説は理にかなっていると思うけど。くそ、そう言われるとな、真面目に心配になってきた。まあとにかくだ、あれこれくだらねえことを考えるより、これからは協力しながらなんとか乗り切ろうぜ。いつも通り前衛を頼む。火力支援は俺に任せろ。ええ。どっち？うん。はい。個人的な恨みはないんだが、俺らとお前ら化け物は敵対する定めなんだ。やべえ、弾変えんの忘れてた。待て、ちょっと待ってくれ。うわあ。集中して。彼の足元に金庫がある。で、ちょ、アンビー何する気だ？
いや、まずは様子を見てから。やっぱりだ、エーテルに侵食されてやがる。イカがここまで進んでるってことは、おっさん、エーテル適応体質じゃないんだな。まだ抗う意志はあるみたい。コアが現れた。こいつは手強そうだ。アンビ、構えろ。え、腕が剣みたいに。一つ攻撃に気をつけて。消えて。一掃するぜ。変わって粛清する。まだ攻める。いや、今の火力じゃ無理だな。